はいはい、どうも皆さんこんにちは、キャベツです。定期的にやってますねこの動画。そう、グラフィックがすごいゲーム紹介。ゲームは見た目より中身が大事なのはもちろんではありますけれども、見た目もねロマンじゃん。ここ最近は美しいゲームが作りやすくなったがゆえに、グラフィックの良し悪しに対する議論がよく巻き起こりますが、私的にゲームのグラフィックは美しけりゃ美しいほどええやんと思ってるタイプ。この動画を見ているということはグラフィックが美しいゲームを求めている人のはず。ぜひとも今回の動画を最後まで見て、その実写さながらのグラフィックでお腹を満杯にしてください。と言うても最近のゲームってね、発表してから続報がなく発売日未定、あるいは発表してから2年後に発売とか多いじゃん。だから今回は発売日決定しているゲームを多く紹介します。中には未定の作品もありますが、この辺でまあ大体発売されるだろうというものや来年に発売されるなどなど、おおよそ発売の時期が分かっている作品を紹介します。結構ガチで綺麗な作品を紹介します。中にはコンソールやらでも動かんから特殊な技術を使って動かしているっていうやばい作品もあるので、見ていて面白いはず。満足度の高い動画になっています。ぜひ最後までお付き合いください。では行こう。すまん、これよりリアルなやつあるんやけど最初に紹介させてくれ。なぜかというと、リアルでエチエチなゲームやからや。はい、こちらネクソンが保有する IP マビノギ英雄伝と同様のケルト神話をベースにしたファンタジーを世界観とした RPG。 MMO だったマビノギ英雄伝とは異なり、本作はシングルプレイ中心の作品になっています。先月にはプレアルファテストが行われており、ゲーム内容は概ね好評。マビノギ英雄伝らしくスタイリッシュでシビアなアクション、美しいグラフィックを見せつけてくれました。英雄伝から引き続いて登場するキャラ敵も多く、同シリーズファンならにんまりしてしまいますよね。私も学生の頃にねちょっとあれやってたんで、馴染み深いキャラにもにんまりしました。まあそれはね、まあでもどうでもよくてですね、本作が何よりも強化されているポイント、それがエチエチ。プレアルファでは英雄伝でも登場したリシタという剣士とフィオナが登場するんですが、そのフィオナの衣装がねもう最高やね。はい、どうぞ。もうこれやばいでしょ。これ以上ないくらいに揺れるチブサ、それを強調する衣装にモーション、素晴らしい以外の何物でもございません。ちなみにフィオナはロングソードと盾をメイン装備して戦うキャラでございまして、まあこれ英雄伝と同じなんですよ。ちなみに英雄伝もかなりエチエチ衣装多くて、課金とかするとさらにエチエチインナーを装備できるみたいな感じだったと思うんやけど、まあ知る人と知るHH ゲーでもあったんですが、今回はもう初手から HH に振り切っている。これはもう確信犯で、ただでさえとんでもない衣装と揺れ具合なのに、それを強調見せつけるかのようなシーン、果てには近づけてみると血管も浮き出ているなど、開発者の性癖を存分に詰め合わせた福袋でございます。グラフィックも英雄伝の頃からさらに進化して、アクションの出来も非常に高い。これはもうやるしかないね。最近は2000年代に流行ったオンラインゲームのシングルゲー化が目覚ましく、当時音響いろいろプレイしていた身からすると嬉しい限り。今作に関しては今後新たなキャラも追加していくと思います。個人的には英雄伝ではベラっていうキャラが一番好きやったんで、ベラもエチエチになっていることを期待します。マーベル1943ライズオブヒドラは物語重視のアクションアドベンチャータイトルで、3月20日に発表された作品です。マーベルのゲームと聞くとスパイダーマンとかね彷彿とさせると思いますが、今作は多数のキャラが登場するタイプのマーベルゲー。そう、大爆死したアベンジャーズを彷彿とさせてしまいますが、あれとはちょっと違う作品かなと思います。メインの主人公はみんな大好きキャプテンアメリカで、もう一人にブラックパンサーが登場します。アベンジャーズのように荒削りのヒーローを多数用意したという感じではないんですね。そしてグラフィック面に関しては、アンリアルエンジン最新バージョンとなるアンリアルエンジン 5.4 を使用した作品になっているようで、キャラクターの表情や動きがこれまで以上にリアリティを感じさせてくれます。これはまあ単純にすごいね。アンリアルエンジン5がついに 5.4 になって着実に進化しております。 PS6 が発売される頃にはアンリアルエンジン6になるんでしょうけど、これ以上進化したらどうなるのかマジで楽しみやね。そして今見てもらっている映像は全てゲーム映像らしいので、これまでの作品とはやっぱりレベルが違います。プレイステーション6で発売するんかなと思われそうですが、発売日が2025年とのことなので、おそらくですが PS5 Pro と一緒に発売するんじゃないでしょうか。 GTA 6 も Pro と同じタイミングで出るとかいう話なので、今作も同じ時期に来ると思います。そしてストーリーとしては、舞台は1943年、第二次世界大戦の真っ只中の占領下のパリ、暗躍する秘密組織ヒドラの陰謀に立ち向かい4人のヒーローたちの物語が展開されていきます。というような感じで、アベンジャーズやキャプテンアメリカの映画でもたびたび登場したヒドラが出てくるとのことで、マーベルファン
ンなら嬉しい設定ですね。ただキャプテンアメリカとブラックパンサーの主人公っていうのは日本人からすると若干馴染みがないのかなというところあるね。キャップもブラックパンサーも単体ではかなり人気ですし、ブラックパンサーなんか俳優のチャドウィックさんが亡くなって神格化されているほどの超人気キャラではありますが、インパクトはちょっと少ないかな。シビルウォーみたいにキャップとアイアンマンダブル主人公の方が人気出そうではありますが、今作は時代背景が第二次世界大戦ってことなんで、ハワード・スタークとか出てくるんですかね。最近のマーベルはいろんなキャラを出しまくってカオスなことになっているので、今作もカメオ出演はありえそう。そういうところには期待したいところです。キプロスを拠点とするネッキが開発するサイバーパンクテイストのカンフーアクション。アンリアルエンジン5を採用した一方で、リアルな格闘アクションを実現するため、モーションエンジン、キャシュカルーって呼んだらいいんかな、キャシュカルーを開発するほどのこだわり作品。これ発表された映像があまりにリアルすぎて話題になってたんですけど、これマジでゲーム映像なんですかね。UI とか表示されてないから判断つかないんですけど、もしこのクオリティでゲームプレイできるなら、これまた異次元。世界観としては近未来のサイバーパンクですが、個人的にはなんかミラーズエッジに近い何かを感じますね。ストーリーとしては反体制派のストリートアーティストレッドラインが戦闘インプラントスパインとともに AI による独裁政権を打ち倒すための戦いに挑むというストーリーです。というような感じで、インプラントと近未来ってなると、アップグレードっていう映画がありましてね、それがね、まあ AI を埋め込んで戦っていくっていうやつやったんやけど、それになんか似てるな。もしあれに近い作品になるなら、ちょっとエンディングが気になるところですね。そして本作はですね、映画的なカメラワークと流れるようなモーションでコンボを習得していくというような感じで、基本は体術を駆使しながら敵から銃を奪い取って射撃することも可能で、即興感が重要なアクションになっています。カメラアークとアクションは独自エンジンを開発しているだけあって、かなりかっこいい。開発にあたっても実際のアクション映画のスペシャリストがカメラワークやモーションを担当しているようで、明言はされてませんが、ジョンウィックやらアルティメットなどのメンバーが参加しているようです。ジョンウィックは銃撃アクションで、アルティメットは体術やらパルクール関係を引き継いでるって感じなんですかね。ジョンウィックは皆さん知ってると思いますけど、アルティメット知らない人多いと思うんですよ。これちょっと前の映画なんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。俳優もあまり馴染みない人なんですけど、パルクールを前面に押し出してアングラ世界で戦うっていう作品でございまして、まあなんでしょうね、ジェイソン・セイサムのアドレナリンをさらにブラックにしてアクション要素詰め込んだみたいな作品。 CG とかもなしに高所から落下したり立体的にアクションする作品なんで、アクション映画好きな人は見て損ないです。そんな名作アクションのメンバーも参加してるっぽい。スパイン、すでにダウンロードコンテンツの開発なども進行しているようなので、ゲーム発表してから失踪するというパターンはなさそうです。ゴリゴリのアクションなので好き嫌いは分かれそうですが、アクション映画好きもチェックしておくといいかもしれません。ポーランドを拠点とするクリスタルヒットゲームズとプライオンが協力開発した新作タイトル Nobody Want to Die。 2329年のニューヨークを舞台にした新作ノワールアドベンチャーゲームで、近未来のニューヨークを舞台にネオノワール映画から着想を得た世界観をもとに、主人公の刑事ジェームズ・カーラとなり、時間操作と高度なテクノロジーを駆使して犯罪現場を調査し、死が過去のものとなったこの時代に殺人犯の手がかりと正体を暴いていくストーリーが描かれます。最近のゲームサイパン系多いよね。非常に俺得でございます。本作は世界観かなり独特で、この世界ではテクノロジーの進歩により人間は永遠の命を手に入れ、記憶をメモリーバンクに保存し、体を別の体へ移すようになったとのこと。ただこれらはお金がないとできないらしい。まあ、このストーリー設定聞いてパッと出てきたのはジョニーデップのトランセンデンスと篠田麻里子の吹き替えで文句言われたタイムを混ぜたみたいな世界観やね。現在公開されている映像はアナウンストレーラーのみで、ゲーム内映像はあまり見えませんが、もちろんアンリアルエンジンを採用しているとのことなので、グラフィック面はピカイ。サイパンとニューヨークの組み合わせってなんでこんなに合うんですかね。レトロ感あるのにネオンで光る街並みってのがもうたまんないよね。こういうの見るとブレードランナーって偉大なんやなと思わされます。そんな本作同スタジオの処女作になるようで、エピックゲームズのクリエイター支援プログラムエピックメガグランツやポーランド共和国文化国家遺産省からの助成金を受けつつ開発されているようです。いや最近のゲーム開発が高騰しまくっている中、このような助成金があるっていうのはいいですよね。開発エンジンも増えて開発参入ハードルが低くなったおかげで、こういう野心的な作品はもっと増えていってほしいなと思います。
ウェルリンクが送る最新作、ザ・グラス・オブ・ジェネシス。こちら、アンリアルエンジン5をベースに、クラウドの技術を使い、さらにデジタルヒューマンというものを使って、ハードウェアに縛られない映像美を実現した作品になっています。本作を日本語で紹介しているところが一切なかったので、海外の記事などから翻訳して情報を集めたんで、若干間違った情報があるかもしれないんですけど、ご了承ください。本作は、トゥームレイダーとジョン・ウィックにインスピレーションを受けた、三人称視点のサバイバルスタイルのアクションアドベンチャーで、ストーリーはね、ちょっとわかんないです。ただ映像を見てる感じだとまんまトゥームレイダーっぽい感じで、主人公も女性と。デジタルヒューマンを使っているおかげで動きがとにかくリアルで、映像もバチクソ綺麗なんやけど、主人公の顔面がね、謎に二次元チックなのがちょっとキモいかなっていう。あと方が謎にあからんでいるのが開発者の性癖を感じるところです。とは言うてもこの映像美は特筆すべきところで、まずこの映像美を実現するために実装されている機能の一つとして、リアルタイムレンダリングするためにクラウドテクノロジーを統合。これはハイエンドのハードウェアの必要性を排除し、代わりに安定したインターネット接続に依存するもの、つまりはクラウドゲーってことでいいんですかね。これを PS5 とかで動かすのは無理っていう判断だったんでしょう。まあつまりは本当に次世代のゲーム、 PS6 ぐらいでようやく動くって感じなんですかね。ちなみに本作クラウドサービス上で1分あたり 10GB のリソースを使用しているようで、そのおかげもあり 8K 解像度とスムーズな 120Hz リフレッシュレートを実現。クラウドってこんなことできるんやね。画質落ちるんかなと思ってたら 8K まで対応するとか異次元ですね。んで1分あたり 10GB のリソースってサーバー代やばくない？いろんなとこ大丈夫かなって心配になるね。まあ、こんな感じで本当に次世代のグラフィックと技術を利用した本作、今年の年末に発売するとのことです。都是 POA 的仿生人，原来宇宙是靠这个机器在供电。はい、こちら2020年のゲームズカムにて発表されていた作品で、ちょっと前に新しくトレーラーも発表されました。アンナウン6はこれまでに小説やポッドキャスト、コミックなどでも展開されていた作品なんですが、これはね、ちょっと私知らないです。開発はリフレクターというところとバンダイナムコも関わっているみたいです。ちょっと不安になりましたけど、気にしないでおきましょう。はい、本作は三人称アクションアドベンチャー作品で、主人公のハローナは、ザ・フォールドと呼ばれる謎の次元との間につながりを持ち、そこから強力な力を授かっています。まあ、つまり超能力を手にした主人公がバトルするっていう感じのゲームですね。ちなみに舞台はインドです。主人公が使う能力はアンブリックというもので、主人公は人、物体、武器を遠隔操作可能。公開映像では主人公から他キャラに操作が移動するようなシーンも見受けられたので、敵キャラを洗脳して仲間同士を戦わせるっていうことができそう。こんな感じで結構おもろそうな作品なんですけれども、実は今作悪名高いポリコレコンサル団体のスイートベイビーが関わっているということで、先日話題となり炎上してました。なんでね、紹介するか迷ったんですけど、リアルには変わりないので紹介しました。なんかもうスイートベイビーが関わってるゲームってめっちゃ分かりやすくない？なんかこれポリコレっぽくねってなってるゲーム、大体スイートベイビー関わってるんよね。これ何なんでしょうか、この現象は。ウルフェンシュタインのリブート版シリーズなどを手掛けたマシンゲームズが手掛けるインディージョーンズのアクションゲーム、 Xbox と PC に対応する作品ですが、 Xbox の動き的に多分今後 PS5 にもリリースされるかもしれません。舞台となるのは映画レイダース失われたアークとインディージョーンズ最後の聖戦の間となる1937年。インディは古代の力と結びついているというグレートサークルなる伝説をめぐり、危険な組織と対峙することになります。パッと見三人称視点でアンチャーテッド的な作品になるのかなと思いきや、一人称視点の作品です。ムービーシーンの時にだけ俯瞰視点になるって感じかね。しっかりとハリソン・フォードの若い頃を再現していて、シリーズファンからすると感激間違いなしの作品なんじゃないでしょうか。そして戦闘面はかなりしっかり作られていて、ファークライっぽい感じですね。銃撃はもちろん、インディ・ジョーンズの代名詞でもあるムチも登場。ムチは攻撃手段で用いるのはもちろん、高所での移動手段としても活躍。またステルス行動が重要視されており、壁を叩いて敵の注意を引きつつ迂回して場を乗り切ったり、逆に敵を誘導して後ろから羽交い締めにするなどのアクションも用意されています。一人称のおかげで非常に没入感が高く、インディージョーンズの世界に入り込めそうです。同シリーズ初見でも楽しめる内容になってそうなので、気になった方は要チェック。
2004年に発売されたメタルギアソリッド3のリメイク作品がついに登場。原作の世界観、ストーリーはそのままに、最新のグラフィックスと立体サウンドで蘇ります。映像ではおなじみのジャングルにて死骸となったカエルを鳥が捕獲して飛び去り、その後休憩しているところにヘビが襲いかかり、さらにそのヘビをワニが噛みつくといった食物連鎖を強く強調したシーンから始まり、最後に我らがスネークが登場。まあ、非常にグラフィックがね綺麗になっております。それもそうなんですけど、気になるところがスネークの声優、そう、大塚さんが続投するのかというところ。小島監督がコナミを退社した際に、大塚さんがもうスネークを演じることはないと発言していたのが色々と脚色されて、もう二度とメタルギアソリッドでは出てこないという風に認知されてしまっているおかげで、今回はスネーク声優が別人になると思われている方も多いでしょう。しかし発表後、当時のままの声優で行くということが判明しておりますので、大塚さんは続投するようです。よかったです。また最新の映像では、実際にスネークが森林の中で敵を蹂躙する姿をはじめ、フィールド環境を中心に映像が展開。コナミがこれほどの映像美を誇るゲームを作れるのか信じられません。ちなみに本作、プレステが公開された2024年発売予定タイトルの動画で紹介されて、今年の発売は確定してはいますが、詳細な発売時期はまだ分かっていません。5月にプレイステーションショーケースがやるっていう噂があるので、もしかするとそこで発表されるかもしれないですね。皆さんはファイナルファンタジー16のダウンロードコンテンツを忘れていませんか？16の発売から早半年以上、全世界300万を売り上げてから続報がないものの、着実にじわ売れしているはずの16。現在 PC 版の開発も発表されており、全世界売り上げ1000万本を目指すファイナルファンタジー16のダウンロードコンテンツ2段目がついに来ます。一発目はちょっと前に配信されていて、ボリュームが2時間程度のものでしたので、今回が本番ですね。新たなフィールド、ミシディアを舞台に、本編では登場しないものの、登場に匂わせていた召喚獣リバイアさんが登場します。ストーリーとしては、主人公クライブの元に届いた差出人不明の手紙を元に、リバイアさんとそのドミナントを救うストーリーが描かれているとのこと。気になるのは、本編のどのあたりの追加ストーリーになるのかというところなんですけれども、残念ながらね、エンディング後のストーリーとかではございません。もうエンディングの後の話はプレイヤーそれぞれにご想像お任せしますっていう感じなんでしょうね。本編では不評気味だった画面の暗さは結構改善というか、まあ舞台が明るい場所なので当然明るくなりました。ただそうは言っても若干サイドは低く設定されております。しかし本編同様、 PS5 指折りの映像美は健在。戦闘時で新たに追加されるリバイアスを用いたアクションは、水のエフェクトでまとわれて画面を鮮やかにし、ミシリアの広大なフィールドは圧巻そうなもの。ダウンロードコンテンツの宣伝が本編よりもかなり弱くなっているので、知らない方も多いかもしれませんが、発売日もうすぐです。ボリュームとしては10時間以上とのことなので、ダウンロードコンテンツとしてはまあ十分な容量でしょう。まだ16を触ったことのない人は、この機にダウンロードコンテンツ込みでプレイするのもあり、しばらく16から離れていた方もチェックしてみてもいいかもしれません。開発は中国大手のテンセントゲームスタジオで勤務していた7人が起業して初めて作った作品、ブラックミス・ウーガン。本作もともとはアンリアルエンジン4を使用して開発進めていましたが、アンリアルエンジン5に移行し、さらなる映像美を実現。ストーリー展開としては、最有機に登場する孫悟空をリアルに描き、中国で一般的に語られている、孫悟空は本当は旅の途中で死んだ、などといった都市伝説的な話をベースに、本当の孫悟空に何が起こっていたのか、というものを紐解いていくらしいです。世界観はかなりダークに仕上がっており、戦闘パートの仕様も相まって最有機版ダークソウルみたいな感じですね。そんな戦闘パートで主人公は3つの姿勢、打撃の構え、柱の構え、月の構えを選択し、それらの構えによって攻撃方法が変化いたします。また基本の姿勢の他には呪文が用意されており、敵の動きを止めたり、石に変形させたり、火炎を出したり、分身させたりと多岐にわたります。もうダークソウルとウィッチャー3の因を混ぜたみたいな感じなんかな。敵の種類かなり豊富で、デザインもね秀逸なんですよ。動物をモチーフにした敵もいれば、骸骨やったり妖怪みたいなやつとかね、非常にいいです。これらの敵はオープンワールドの世界で遭遇することになり、その道中ではサブクエストの受注や探索が可能。インディー会社でもあるのにもかかわらず、ここまでのクオリティを生んでいるの脅威でございます。発表当初はどうせ発売されないだろうと思ってたら、ちゃんと仕上げてきて発売されることになって、私は結構ビビってます。ソウルライクゲームも最近ね人気ですし、ライズオブピーとかも売れたことですし、今作も売れるんじゃないでしょうか。
本作は SF の MMO、スターシチズンのシングルプレイヤーキャンペーンとして開発されているスペースコンバットシミュレーションゲーム。結構前からね、これ発売日が移り変わりしていて、現在リリース日未定となっております。かなりの難産です。はい、本作はですね、スターシチズンの世界観をベースにしたストーリーが展開され、主人公は、ユナイテッドエンパイアオブアースの宇宙戦艦、UEES ステーションの乗務員となります。それぞれの重要人物には有名俳優を起用していることでも知られていて、スティーブ・コルトン少佐は、スターウォーズシリーズで知られている俳優のマーク・ハミル、またアーネスト・ビショップ提督をゲイリー・オールドマンが演じています。他にも様々な有名俳優がモーションキャプチャーからも参加しており、とんでもない金をつぎ込んでいる作品ですね。そのおかげもあって映像美はピカイチ。ゲーム内容としてはあまり詳しいことは明かされていませんが、 YouTube 上にプレイ映像が公開されていて、宇宙船でのドッグファイトはもちろん、地上での銃撃戦、アイテムの採取など様々な要素が内包された特大ボリュームの作品になることは間違いない。ただね、元となるスターシチズンが2012年に開発発表しアルファ版リリースした後ですね、未だに正式リリース日が不明という現代のサクラダファミリアと呼ばれているので、本作も同様に開発延期が相次ぎ、いつこの手でちゃんとプレイできるのかは定かではありませんが、リリースされれば世界中で人気になることは間違いない。定期的にテストも行われているみたいなので、気になった方はチェックしてみてください。はい、お次は紅の砂漠でございます。こちらもね、なんか発売日めちゃくちゃ変わって、いつ発売されんねんみたいな作品ですね。はい、黒い砂漠をはじめ数々の美麗なビジュアルを持つゲームを作り上げてきたパールアビスの最新作の紅の砂漠。本作見ても分かるように映像めちゃくちゃ綺麗なんで、アンリアルエンジン5かなと思いきや、パールアビスの自社製のエンジンで作っているみたいです。そんな本作、傭兵団とキャラクターを育成するゲームになっておりまして、一般的な RPG のキャラクターのような英雄の物語ではなく、キャラクターが各自の血と涙で描く叙事詩になっているらしい。非常に濃厚なストーリー展開が期待されます。元は MMO として開発されていたので、世界がねとにかく広くて、オープンワールドで広がる世界には様々なコンテンツが用意されております。また戦闘は硬派かつスタイリッシュで血生臭いアクションになっておりまして、これも非常に面白そう。オープンワールドのアクションアドベンチャーとしては欲しい機能がかなりの量備わっているようなので、ボリュームはすごいことになっていそうです。自社開発のエンジンを使うことで開発スピードを早め、ロイヤリティがないゆえに人件費に回せるという理想のゲーム開発スタイルを取っているということなので、開発延期によってクオリティが爆上げされていることを期待しております。UBI とマッシブエンターテイメントがルーカスフィルムと手を組んで開発されているオープンワールドアクションアドベンチャーゲーム。こちらですね、4月10日にストーリー映像が公開されるということなので、おそらくそこで発売日決定すると思います。はい、本作時系列的にはスターウォーズエピソード5帝国の逆襲とスターウォーズエピソード6ジェダイの帰還の間の物語が描かれ、主人公ケイビスは相棒のニックスと戦闘や盗みを働きながら裏社会を生き抜き、銀河帝国軍の脅威がはびこる銀河系で悪党としての成り上がりを目指すストーリーになっております。つまり主人公はシスでもなければ時代でもない一般人という設定。これは非常にいいです。ただ UBI が作っているということだけあってちょっと心配やね。バグが多そう。はい、そんな本作、特筆すべきはオープンワールドとしての広さ。宇宙を行き来することはもちろん、様々な星にも行き来でき、それらが全て完全シームレスに描かれ、惑星における探索可能エリアは全て手作業で開発。つまりこれは真のスターフィールドといっても差し支えないゲームになっております。ちなみに一つ一つの惑星の大きさとしては小さなオープンワールドゲームくらいにはなっているようなので、かなり遊び応えがありそう。それらの惑星では移動手段として徒歩以外にスピーダー、バイクに乗りながら銃撃戦を繰り広げたりすることも可能ということでね、もうこれね、いろいろとスターフィールドと比較してしまいたくなる作品ですね。そして戦闘において言及すると、本作の主人公はジェダイでもないためフォースが使えないので、スターウォーズに登場するおなじみの武器などを活用して結構泥臭く戦うことになります。雰囲気としてはローグワン的な立ち位置ですね。もうその時点で神ゲー集はします。
Star Wars Outlaws, coming 2024.XL ゲームズが送るアーケージの続編、今年にサービス開始予定でございます。前作アーケージ2013年に日本でもサービスが開始したゲームであり、特筆すべきはその自由度。狩りや PVP という MMORPG の醍醐味はもちろんのこと、工芸や農業、貿易というシステムも充実しており、広大な世界で多様なライフスタイルを確立することができるため非常に好評でございます。サービス開始から約10年経過する現在でもプレイが可能で、今でも遜色ないグラフィックでゲームを楽しめます。そんなゲームを元に開発された続編、前作よりも様々な要素がパワーアップ。まず特徴的なのがやっぱりその美しすぎる映像。アンリアルエンジン5で開発されたハイクオリティのビジュアルで、前作よりもアクション重視になっています。またオープンワールドはシームレスな設計になっており、一本道ではない進行を採用し、プレイヤーの好きなタイミングでストーリーを楽しむことが可能。また戦闘も非常にクオリティ高く、ノンターゲティング方式で繰り広げられる戦闘はスピーディー。前作に比べると随分ゴリゴリのアクションになりましたよね。これだけゲーム性変わってんならタイトル名アーケージ引き継がなくてもよかったんじゃねとか思っちゃいますけど、そこは触れないでおくわ。というような感じでアーケージ2、前作からの続投要素も多くありながら大幅に変化した作風になっております。はい、本作ですね、発売日未定なんですけれども、今年中にデモ版が配信されるということが判明しておりますので、今年発売するんじゃねと思ってるやつですね。はい、本作開発は中国のスタジオ S ゲーム、全く聞き覚えのないスタジオなんですけれども、これねめちゃくちゃおもろそうなのよ。ジャンルアクションで世界観は非常にダークです。まず何がいいってモーションがねすごいです。スタイリッシュ。というのも本作中国カンフーを取り入れアクションが組み込まれており、そのアクションディレクターに有名なアクション監督が携わっております。もう動きめちゃくちゃかっこいいよね。これがリアルかって言われるとちょっとよくわからないけど、もうロマンなんだよゲームは。ゲームはロマンで成り立ってますからね。すべての動きに躍動感が秘められていて、キャラクターを動かしているだけで気持ちよくなれそう。はい、そして本作のストーリーはですね、濡れ衣を着せられた暗殺者が残された時間で黒幕へ復讐を果たすカンフーパンクアクション RPG。舞台は架空の世界ファントムワールド。主人公はオーダーという組織に所属するエリートの暗殺者。そのオーダーのリーダーを殺したと濡れ衣を着せられた主人公は、事件の捜査中に重傷を負いながらも生きながら得ましたが、余命が66日しかなく、プレイヤーはその時間が来る前に黒幕を見つけ出さなければならないというものでね、もうこれ12巻すごくない？暗殺者ファントムワールド、オーダー66日の余命、たまんねえな。そして本作ではセミオープンワールドを採用し、キャラを TPS 視点で操作。アクションもさることながら、フィールドを移動する動きすらもかっこいい。これは発売されたら売れると思います。はい、名作サイレントヒル2のリメイクでございます。最近サイレントヒルのゲームめちゃくちゃ多くてさ、わかんなくなってきちゃうよね。ちょっと前にもサイレントヒルの無料ゲームが配信されたりもしてまして、それすごいクオリティ高かったんですけど、これってサイレントヒルの意味あるんですかみたいな感じの中でちゃんとリメイクしてきたサイレントヒル2も今年参ります。はい、本作を軽く紹介しますと、3年前に死んだはずの妻メアリーから、思い出のあの場所であなたを待っているという内容の手紙を受け取ったジェームス・サンダーランド。半信半疑ながら彼女と再会しようと、かつて新婚旅行に訪れた観光地サイレントヒルを訪れますが、街は深い霧に包まれ、おぞましいクリーチャーが徘徊するゴーストタウンと化しております。リメイク作品では原作サイレントヒル2を忠実に再現した完全リメイクになっており、グラフィック面の向上はもちろん、戦闘システムなども一新されたとのこととは言うてますけれども、以前公開された映像はちょっと批判気味でございまして、戦闘システムが大味すぎるとか言われております。まあ確かにわからんでもないけど、開発にはアンリアルエンジン5を使用しているため、グローバルイルミネーション技術のルーメンなどがサイレントヒル2の雰囲気を一層写実的なものに仕上げ、より陰鬱な世界観を作り上げております。また PS5 の 3D オーディオ機能によって、プレイヤーは音の発生している正確な方向を認識できるようになったおかげで、リアルで実感のあるサウンドスケープを通じて、プレイヤーはまるで本当にゲームの中にいるかのように感じられるようになったり、 SSD ストレージ技術によりロード画面が挟まらないなど、 PS5 の性能を存分に活かした作品になっております。現時点で詳細な発売日は判明しておりませんが、今年発売というのは確定しておりますので、シリーズファンの方は今のうちに PS5 を用意してみてはいかがでしょうか。
ネオベルリン2087は未来のベルリンを舞台にしたサイバーパンクな世界観が特徴のアクション RPG。 テクノロジーの進歩によって富裕層と貧困層に分断されたとして、プレイヤーは刑事として活動し、特殊能力を駆使して事件を解決する。容疑者の心を読み解き、真実を暴くことが必要であり、本作は正義、友情、愛、罪悪感、そして犠牲と裏切りをテーマに物語が展開されます。ということでですね、本作コンセプトの時点で名前はシャドウオブコンスパイラシーセクション2っていう名前で発表されてたんですけれども、去年ぐらいにね、ネオベルリンとして発表されました。非常にインディーズ感が漂いまくっている作品で、グラフィックめっちゃ綺麗なんやけど、モーションがこれどないやねんっていう作品ではあります。そうは言ってもサイパンがね、世界観なのは私大好きなので、これ紹介せざるを得ませんでした。そんな本作を手掛けるエリジウムゲームスタジオはですね、 CEO ゲームアートディレクターリードゲームデザイナーっていうところですね、一人が担当しているようで、めちゃくちゃ小規模で作ってるらしいですね。それでこのクオリティ作ってるっていうのは脅威でしかないよね。現在ドイツの制作支援制度なので、資金援助を受けながら開発を進めているとのことでございます。非常に美麗なグラフィックで世界観素晴らしいです。やはりモーションと最適化がちょっと気になるところではございます。最近よく起こる最適化不足で、炎上っていうのは避けていただきたいところですね。はい、本作インタラクティムービーとアクションアドベンチャーの要素を組み合わせて開発されている新作タイトルでございます。ブレイド&ソウル、リネージュ2といったオンラインゲームの名作を作り上げてきた NC ソフトが開発するものになっておりまして、デトロイトビカムヒューマンなどのストーリー重視のゲームを目指して作られているということでございます。このゲームは発表されてからしばらく続報がなかったんですけれども、去年の11月ぐらいにですかね、新しい映像が公開されておりまして、そっちがめちゃくちゃ綺麗なのよ。それもそのはずでですね、この手のゲームでは必須の 3D スキャン、モーションキャプチャー、 VFXなどの自社の技術力を通じてキャラクターの表情や動きなどを細かく表現しておりまして、新トレーラーでは遊園地で戦う主人公が見られまして、ステルスアクションで無力化したり、ショットガン、ライフル、ハンドガンで敵を倒したりと、思ったよりもアクション要素強そうな感じにはなっております。ただデトロイトビカムヒューマンみたいな感じで、いろいろ選択してストーリーを進めていくというものになっているようです。新映像も発表されておりますので、おそらく今年中にまた発表されるんじゃないでしょうか。早ければ今年来年に発売されると思います。アンリアルエンジン5で開発され、マップの広さが42平方キロメートルとかいうめちゃくちゃな広さを誇る本作。42平方キロメートルと言われてもね、ピンとこない人多いと思うので、簡単な例えをしますと、この広さは東京ドーム900個分くらいです。わからんな。仕方ないからもっとわかりやすく言うと、例えばスカイリムがね、37平方キロメートルです。そしてその前作にあたるオブリビオンが41平方キロメートル。あとレッドデッドリデンプションも41平方キロメートルですね。めちゃくそ広いっていう感じです。そんな広くしてどうすんだと。広くすればいいってわけじゃねえんだぞと言いたいところですが、これはこれでありなんです。なぜかというと、このゲームはクライアントから依頼を受けて、不可解な事件が起こった地域を探索し、貴重な物資の回収を目指すというね、タクティカルシューターだからですね。それゆえリアルな地形、世界をベースにすることでリアルな戦場体験をお届けしてくれるということです。人気作品のタルコフに大きく影響を受けているということもあって、至るところでタルコフらしい部分も垣間見えるのもグッドポイント。そして本作の舞台となるのは東南アジアの島国ラマン。災害と呼ばれる謎の大爆発事件をきっかけに、国土は事実上放棄され、地域全体が国際的な監視下に置かれています。ラマン国民を救助すべく、国連ラマン救済機関が設立されるも、現地はラマン武装勢力や犯罪組織、海賊、ならず者が溢れる無法地帯になっております。現地に派遣された民間軍事会社3社もまた LF との戦いで多大な犠牲を出し、確保した地域を全て失ってしまっています。民間軍事会社3社は作戦を立て直すため新たな兵士の募集を開始。プレイヤーはいずれかの PMC の一員となり、地獄と化したラマンの奪還と災害の中心地であるグラウンドゼロの完全支配を目指すという感じで、まずはプレイヤーはラマンで活動する PMC を選択し、それぞれのスタート地点から物語を進行させていくという感じになるようです。フィールドではランダムに物事が発生、一般的なゲームとは比べ物にならないほど直感的かつ知性を生かしてフィールドを探索、環境に適応して任務を遂行することが求められます。また用意
備されている武器、アイテムの数はかなり豊富で、それぞれ装着することでプレイヤーの挙動も変化、銃弾も弾道シミュレーションが設定されていたりというね、もうあらゆる部分がリアル思考です。コンソール関係にはリリースされませんが、 PC 版では日本語にも対応するので、リアルな戦場を体験したい方は要チェック。PUBG などを開発するクラフトンが送る人生シミュレーター作品、これはなかなかね野心的な作品ですね。アンリアルエンジン5で開発されているということもあり、グラフィックは文句の付けどころがないほどに美麗で、そんな世界でプレイヤーはまず自分の分身を作成することになります。キャラクリの幅はかなり広く、体型、髪型、衣類やらアクセサリーなど多岐にわたります。キャラクリを終えれば日常生活開始、世界は各地の都市を再現したロケーションが用意されています。本作でプレイヤーは神のように自由に世界を操り、主人公をあらゆる行動に導くことができます。例えばオフィスでのデスクワークや、コンビニ、ファストフード店の店員、消火活動、家で料理したり食事したり掃除したり、クラブに行ったり、寝カフェで過ごしたり、ゲーセンで遊んだりと、とにかく何でもできてしまうシミュレーションゲーム。同じようなゲームとしてシムズなどが挙げられますが、あれと比べてより現実的なゲームになっているという印象ですね。基本的なゲーム進行はキャラクターが自動的に生活を送るので、それを観察するっていう感じにはなるみたいですが、一方で自分でキャラクターを操作したり、キャラに対して指示をすることも可能になっているようです。公開されている映像では JK とかも映ってたりするんで、健全なゲームプレイはちょっと推奨されてなさそうですよね。リアルな生活をシミュレーションするゲームでかなり自由度が高いんで、 JK 主人公にしたらどういうことができるのか、どこまでできるんでしょうね。太陽騎士が PC のみっぽいんで、かなり攻めたところまでできるとは思うんですよ。いろいろアングラなことができるならこれは買いでしょう。普段からネカマやってる人もこのゲームさえやれば幸せになれるってことやからね。まあなかなかのクセモノゲームですが、結構期待です。中国のエバーストンスタジオが開発するオープンワールドアクションアドベンチャー RPG。 最近のゲームいろんなジャンル詰め込みすぎて、紹介するとき噛みそうなるから、なんかまとめたジャンル作ってほしいね。オープンワールドアクションアドベンチャー RPG って言いにくいから、なんか広大世界格闘冒険 RPG とかにしやん。いや、まあこれはこれで噛みそうやな。はい、今作プレイヤーは放浪の剣士として、中国五代実国時代末期の乱世を、己の運命を選択しながら生き抜きますという感じでね、舞台がなかなかニッチなところですね。主人公はそんな乱世の時代に育った剣士で、武術や剣術を使って戦っていくことになります。グラフィックもさることながら、世界観がかなりダークで、そんな世界を縦横無尽に駆け巡るという感じでね、結構朝栗っぽい雰囲気がありながらも独自性を踏み出していると。世界の移動は馬をはじめ立体的にパルクールで移動できたり、様々な移動手段が用意されているのもなかなかアサシンクリードっぽい。世界の広さとしては 1.5 平方キロメートルの一つの都市を中心にあらゆるロケーションが広がっています。全世界の広さはまだ分かってはいませんが、世界は環境変化シミュレーションが設定されているため、雨、風、雪はもちろん、なぜか突如隕石が落下してくることもあるらしいです。なぜ隕石が落ちてくるのか、それは分かりません。戦闘はリアルタイムアクションで、武器はもちろん中国武術を利用した素手攻撃も実装。このアクションがなかなか独特でね、瞬時に攻撃の型って言ったらいいんですかね、それを変えてパパッと攻撃するみたいです。この辺はなんか赤道やらのシステムをちょっと変化させたものなのでしょうかね。そして戦闘には他にも豊富な選択肢があり、騎乗した状態で戦ったり、遠距離から弓矢で攻撃したりも可能というような感じで、時代背景がかなりニッチなだけに、歴史好きにはたまらない内容にはなっているんじゃないでしょうか。ストーリー重視の作品ということもあるらしいので、ゲームプレイもある程度コンパクトに収まっていそうで好印象、なかなかの期待作です。
着せ替えコーデ RPG ミラクル2期など人気のスマートフォン向け作品を展開してきた中国の会社ペッパーゲームズが開発する作品。なぜ2期の後にこんなゲームが生まれてしまったのか謎すぎるぐらいにダークな世界観です。本作は戦乱渦巻く中国を舞台に、戦火で捕虜にされた主人公が仮面をつけることで覚醒、戦いの中で宿敵と出会うことで物語が展開していきます。オープンワールドで構築されたこの世界は非常に多彩な景色を垣間見ることができるようで、四季の変化を感じながら美しい山や森、川、他にも様々なロケーションが用意されているとのこと。非常に色の使い方が独特ですよね。ベースはセピアで印象付けたい色のサイドだけ高めに設定されているというような感じで、絵の中のような映像美を生み出しております。こんな広い世界を主人公は壁を走ったり屋根を登ったり立体的な動きで移動し、時に異能力のような力で移動する姿も確認できています。また今作の戦闘アクションには中国武術の要素も取り入れられているとのこと。ストーリーがシリアスな物語になるとのことなので、重厚な物語を期待したいところです。恐竜をはじめとする古代生物が住む島を舞台としたサバイバルオープンワールドゲーム。前作アークがリリースされたのは2017年で、発売以降絶大な人気を誇るシリーズになっております。前作の人気っぷりから大いに期待されている続編ですが、かれこれ相次ぐ発売日の延期やロードマップの内容がやたらと多かったり、前作アークと抱き合わせのバンドルが発売されたり、まあいろいろとねありまして炎上もしております。まあ発売の延期に関して言うと、もっとは2022年発売予定だったんですが、そこから2回延期して2024年後半に発売されることが発表されております。なぜここまで延期を重ねたのかというと、まあいろいろあるみたいですが、大きな理由としてはアンリアルエンジン4から5へ移行したことが大きな要因だと言われています。そんな本作、恐竜と人間が覇権を争う原始時代で伝説のヒーローたちと手を組み、闇の勢力に立ち向かう物語が描かれております。多彩なクラフト建築要素に加えて、古代生物やモンスターをテイムして仲間にしつつ育成して共闘できることが特徴。そして本作にはメインストーリーも用意されており、父サンディアゴとしてあのワイスピ俳優のビン・ディーゼルを主演とし、その娘のミーカを主人公が守ろうとしながら冒険を体験することになるようです。多種多様なイベントがこの世界では常に発生し続けているようで、その世界を移動する手段としてテイムした恐竜を用いることをはじめ、アサシンクリードなどから着想されたパルクール、ゼルダのようなクライミングなどなど、平面だけではなく立体的に移動することが可能になった模様。そして戦闘システムは前作から大きく変更され、ソウルライク的な難易度に設定されているようです。回避やブロック、弱攻撃と強攻撃、コンボなどプレイヤースキルを重視した内容になっております。また前作では恐竜に攻撃すると少々奇妙な挙動が入っていましたが、今作ではちゃんと物理計算を利用してリアルな表現になっています。そして本作はクロスプラットフォームで PC で開発されたモッドをコンソールから直接ダウンロードできるようになるとのことでね、非常に楽しそうですよね。モッドでは設計図、スタック関連、マップなどが対象というような感じで、発売前からマイナスな情報は多いですが、発売されたらどうせ売れるでしょう。しかし前作でも多く指摘されていたバグや最適化不足は今回も引き継いでいそうなので、リリースまでにどれだけ減らせるか期待したいところです。映画デューン砂の惑星を題材にしたオープンワールドサバイバル MMO。 なんか最近 MMORPG 多くない？また流行りきてるんですかね。はい、デューンを知らない方にちょっと説明すると、アメリカの作家フランク・ハーバードによる SF 小説で、初版は1965年に発売されました。かなりね歴史のある作品なんですね。実はスターウォーズと同じくらい有名で人気な作品だったんですが、スターウォーズよりも映画化が難しく、この令和においてようやく満足のいく映像化が可能になったということでね、2022年に初めて映画が公開
開されたんですね。そんなデューンを原作としたアウェイキン、原作同様遠い未来において貴重な資源が眠る砂漠に広がる惑星アラキスを舞台に、プレイヤー好みにカスタマイズしたキャラクターを操作し、武具や乗り物設計図ベースでクラフトして戦力を整え、ギルドの結成や拠点などを建設しながら数千人のプレイヤーの頂点を目指すゲームプレイが楽しめる模様。個人的な感想を言うと、このゲームは MMO よりシングルプレイでやりたかったなって思うんですけど、映画もねこれからまだ続いていくし、世界の広さ的にはまあ MMO がベストなんだろうね。はい、そして作中では原作同様水が命です。水を探し当て保水スーツを身につけて水を節約する術を学ぶ必要があり、太陽光と砂嵐から逃れるための避難所をどこに作るのか、どう作るべきかもゲーム内で考えていかなければなりません。そして砂漠では歩くことに細心の注意を払わなくては、サンドワームが出てくるというですね、あの映画でも印象的だったシーンを体験できるようです。そしてゲームシステムとしては TPS で、一般的な装備から遠距離戦までの火器まで幅広く用意されています。帝国の学院が教える接近戦の技術やその他の能力を学べば人類の限界を超えることもできるようです。まあこのように MMO ということもあって様々な要素が内包されている作品で、まあ第2のエルダースクロールズオンラインみたいになれるかが期待されるところですね。近いうちにクローズベータテストも行われるようですが、秘密保持契約の下で行われるようなのでレビューなどは上がらないようです。気になるならプレイして確かめるということですね。かなり大規模に作られている本作、映画と同じスピード感でアップデートを重ねていきそうなので映画と一緒に盛り上がっていきそうです。本作は中世ヨーロッパを舞台とした街づくりストラテジー、領主となり領地の発展を目指します。建設や資源管理によって街づくりをこなし、周辺領主との戦争でさらに領土を拡大、日本受けしないタイプの作品ではあると思うんですが、海外ではやたらと期待されていて、こう見えてスチームのウィッシュリスト200万超えらしいです。もうすごいね。まず特筆すべきはその美しいビジュアル。アンリアルエンジン5で制作されているようで、ゲーム内ではリアルタイムで天候や季節が変化、建物は高品質なアセットライブラリと自作のフォトグラメトリー技術を駆使して視覚的リアリティを高め、キャラクターアニメーションにはモーションキャプチャが使用、さらに破壊シミュレーションに 3DCG ソフトウェアが用いられているとのことで気合い入ってますね。建築面においては一般的なシムゲートは異なり、建築範囲やらグリッドに影響されず、自分で好きな場所に建物や道を配置、回転することが可能。一方で基盤のシステムは馴染み深い設計になっているようで、領民の幸福度やら環境の維持を適切に管理することが必要になってきます。そして調子よく領土を広げていけば、近くの領主と戦争が開始。戦争パートでは打って変わってリアルタイムストラテジー形式になります。プレイヤーはまずユニットを配置し、軽い指示を下すことになります。かなりシンプルにも見えますが、戦闘時の天候や装備、疲労度などの要素が勝敗に大きく絡んでくるようなので、こう見えて戦略性あり。これらのシミュレーションは視点をぐっと近づけて、実際に戦場にいるかのような視点に切り替えたり、街を開拓する領民の視点に切り替えることも可能。街全体を俯瞰的に見るのもいいですけど、こうやって生活に入り込むみたいにぐっと近づいて見てみるのも楽しいよね。かなりボリューミーでかつユニークな要素が多いゲームではありますが、実はこのゲームね、一人で開発してるらしいです。もうどういうことやねんと。海外勢やっぱエグいね。リリース当日からゲーバスにも投入されるようなので、気になった方は要チェック。はい、ということでいかがだったでしょうか。結構長い動画にはなってしまったんですけれども、なかなか面白いゲーム多かったんじゃないでしょうか。なんか最近すごいよね、少人数でもこんだけ綺麗なグラフィックのゲーム作れるっていうのは、本当開発エンジンの進化のありがたみを感じてしまいますね。ただ逆にグラフィック綺麗なだけで中身が伴っていないというやつも現れるっていうのはあるので、ちょっと見極め方がなかなか難しくなっている時代なのかなとは思います。とは言うても綺麗なグラフィックを見るとやっぱり楽しいね。まだ5月にもプレイステーションショーケースとかのゲームの発表会あるみたいなんで、その辺で面白そうなゲームがあればまた紹介したいと思います。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッターなんかもやってるので登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。キャベツでした。ほなまた。